どうも、シラです。というわけでね、今回もですね、アイビスピント使って、アビ講座前編をね、やっていきたいと思います。はい。で、今回はね、とりあえず見ていきましょう。こういう感じですね。こういう感じのスタイルを、皆さんに紹介できたらいいなと思います。こういう感じですね。はい。というわけで、早速やっていくんですけど、サイズはいつも通り 2000×2000 ですね。はい。いつも通りって言ってもね、結構久しぶりに動画、上げるんでね、はい、上げますね。これで、ね、初めてっていう方いないかな、わかんないですけど、はい、というわけで早速ね、ロゴから読み込んでいきたいと思います。はい、今回はね、この、はい、これですね、こちら、小松さんという方にお借りしたロゴです。これを使ってやっていきたいなと思います。はい、でまず、ロゴを読み込んだらフィルターから色をね変えていくんですけど、グレーにしたいんで色素再度明度から明度を100落としてください。でこれで決定をします。でそうしたらこの上に新規レイヤーを追加してクリッピングします。はい、まずね、まず質感からやっていくんで、はい、今回前編ということでとりあえずね質感を紹介したいなと思います。で後編が、背景と色の性とか、まあ、あと、まあ、そんくらいですかね。はい、それを、教えていきたいと思います。ということでまずね質感ですね。この新規レイヤーを追加したらフィルターからスタイルで光彩内側を押します。で太さはこんくらいですね、20くらい、まあ、これはロゴの太さによって変わってくるんですけど、まあ、今回は20でいきます。でそうしたらガウスぼかしに行ってください。でまあこんな感じですね、こんくらいです、こんくらい、はい、もう目分量なんですけど、まあ、こんくらいにしてください。でそうしたらちょっと不透明度を落とします。こんくらいです。こんくらいですね。はい。こんくらいにします。で、そうしたら、レイヤーの結合を押してください。はい。ここまでいいでしょうか。で、ここまでできたら、レイヤー、ここですね。ここを押してもらって、レイヤーの複製をします。で、この上の方ですね。に合わせてもらって、フィルターから、スタイルのレリーフをかけます。で、これはまたね、いつも通りの質感で、斜め上から、この光ですね、光を当ててもらって数値はこんな感じです。で決定をします。で、このまんまアートに行ってもらってクロムをかけます。そうするとこんな感じになります。で数値をいじってもらって、まあ、いい感じのところで決定をしてください。ちなみに数値はこんな感じです。はい、まあ、いじるとしたらこの、傾きっていうところですね、傾きくらいしかいじらないですね。はい、で決定をします。はい、ここまでできたら、同じことを下の2のレイヤーでやっていくので一旦3のレイヤーを見えないようにしてください。で2も同じようにレリーフ描きます。レリーフを、今度は反対側ですね。さっきここから光を当てたんで、次対角線、反対側に持ってってあげてください。でこのまんまアートに行ってもう一回クロムですね、まあ、やり方は同じです。でまた数値をちょっといじってあげて決定をします。はい、ここまでできたら3のレイヤーをもう一回、見えるようにしてください。で次なんですけど、この普通っていうところこうしてもらって加算発光ですね、まあ、加算発光とかあと追い焼きカラーとかいろいろあるんですけど、まあ、ここは好みですね。本当に好みだと思います。まあ、自分なんか前なんかこの定山とか使ってこの後に結合してあれです、コントラストをちょっと下げて明るさを上げるみたいなこともしてましたね。まあ、今回はこの加算発光でいきたいなと思います。で加算発光にすると、はい、こんな感じですね、結構変わります。で明るくなるんでちょっとね不透明度落としてもいいかもしれません。はい、でそうしたら、これを結合します。はい、でここまでいったらレイヤーをもう一回複製してもらってこれでどうしよっかな、オーバーレイ、いやこれ差の絶対値使ってみるか、差の絶対値使ってみましょう。差の絶対値するとこうやって真っ暗になります。で、ね、これやり方いっぱいあるんですけど、まあ、今回は一つでいこうかな。これでフィルターからぼかしをかけます。ガウスぼかしですね。そうするとこんな感じになります。はい。まあ、結構思いっきりぼかしかけていいと思います。こんくらいですかね。決定を押してください。はい。結構変わるでしょう。さっきの。これと結構変わると思います。はい。こんな感じになりました。でまだねこれ黒すぎるんで、黒すぎると色が入りにくいっていうこともあるんで、一旦結合してもらってからフィルターで
明るさコントラストでコントラストを少し下げます。で明るさを上げる。はい、こんくらいですね。もうちょっと明るくてもいいかな。明るさだけをもう一回上げます。結構明るくていいんですよ。結構明るい方がロゴが目立ってね、いいかなと自分は思います。はい、でここまでできたら、立体化をしていきましょうか。はい、複製してもらって下の方に合わせてもらって、フィルターから、スタイルの一番右の立体化パースですね、はい、これを押してください。でもこのプラスボタンを動かすと、まあ、立体化する場所が変わるんですけど、まあ、大体真ん中ら辺でいいです。これは、はい、真ん中ら辺に持ってってもらって、で奥行きは20から30くらいの間でいいのかなと思います。まあ、今回は25でやっていきます。で決定。でこうすると、一旦ね3のレイヤーを消してもらうと分かるんですけど、はい、こんな感じでねちょっとあの質感が入っちゃってるんですよ。なので2のレイヤーをフィルターから色調整の線画色変更でグレーにします。はい、さっきと同じグレーですねにしてあげてください。で、まあ、このままやっちゃうか。2の上に新規レイヤーを追加してクリッピングします。でさっきの質感と同じですね、光彩内側をかけてぼかしをかける。でこれを結合すると。でこれを複製しなくていいか。立体化部分はですね、まあ複製してもしなくてもいいんですけど、レリーフを片方っていうか上からだけでいいかな。上からもしくは下からだけでいいかなと思います。レリーフ、はい、でこれで決定をします。でこのまんまアートに行ってクロムをかけましょう。でクロムかけるときは3のレイヤー表示した方が分かりやすいですね。はい、3のレイヤーを表示してからクロムをかけます。そうするとこんな感じでね、はい、立体化部分だけが見えます。こんな感じですかね。はい、で上からやるとねこういう感じでね、なんかなんていうんだ、この縁みたいな感じで質感が入りますね。はい、こんな感じです。ちゃんとここのね、入りますね。はい、で決定をしてください。でここまでできたら後ろを3の絶対値やっちゃおっか。3の絶対値後ろもやりましょうかね。これで加算発行を押して、加算発行いらないかな、加算発行なしでいきましょうか。このまんま、3の絶対値をかけてもらってフィルターからぼかしをかけます。そうするとまああんま変わんないですね。あんま変わんない、ちょっとやめとくか。ちょっとねややこしくなると思うんで、一旦っていうか3の絶対値はやらなくて、このまんま明るさを変えていきましょうか。はい、後ろはレリーフでクロムをかけた状態です。今でこっから明るさコントラストでちょっとね明るさを下げます。コントラストはちょっと上げてもいいかもしれないです。まあ、こんなもんですかね。はい、そうすると、まあ、立体化されてるっていうことが分かると思います。はい、こんな感じですね、質感としては。はい、うん、こんな感じ。でこっから色をつけて、背景を入れて、まあ、名前とかを入れるっていう感じなんですけど、まああとはあれですね、あの CC とかかけて完成っていう感じなんで、まあとりあえず前編としてはここまでですね。はい、次回は今言った背景ですねをメインにやっていこうかなと思います。ということで、どうかな、分かったかな。ちょっとね早くて分かんないっていう方いると思うんですけど、過去にもね、同じ感じの質感を出してるんで、そっちも合わせて確認してみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、そしてね、質問とかあったらコメントお願いします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。